はい、デモクラティビーをご覧の皆さん、新しい年が明けました。え、二千二十四年最初のヘンリー鈴木のスポーツニューススタートです。え、二千二十四年ですね。はい。え、今回も中目黒のデモクラスタジオからスポーツ界の旬な話題に、まあいろんな視点から切り込んでいきたいと思います。え、メンパーソナリティを務めますえ、フリージャーナリストの鈴木ヘンリーです。え、今日もよろしくお願いいたします。 えー、そしてコメンテーターを紹介します、えー、先月はお休みだったんですけど、えー、今月は元気に出てきていただきました、えー、東京 CV 編集員の稲隈ひたさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。よろしくお願いたします えまあ最初にね、えー、まあ今回の北陸を襲った地震で亡くなった方のご冥福をお祈りしまして、一、え、切、ー、された方々に心よりお願いを申し上げます,んですけどね、えー、私も10年ほど前にあ,あの辺の辺一帯輪島一帯旅行したことありまして、朝イストリート、あちょうどあ,あ,のあそこの旅館に泊まったんですよ、ああいうふうにちょっと焼きの花になってて、一体その旅館どうなってるか、全く今、わからないんですけども。 ちょっっとししまたねねやぱり最初ねやっぱ大津波警報があったんで津波が来たら大変なことになって始まったけどやっぱり津波があったら本当に大変なことになってたでしょうけどやっぱり地震でもねやはり結構和島あ野と珠洲がね本当にね72時間を超えましたんでね今が一番。 えっとまあ大事な時期だと思いますのでね。うんうん、本当もうその上にね日航機のこともあったりして本当正月からパタパタしてましたけどねまあそういう中でもねスポーツは箱根駅伝は、えー、やったっていうことでねあのタイミング狂ってたらちょっと箱根駅伝もねあのまあそうですね、うん、どうなったかわからないところあったんじゃないかなと,と思いましたけど、ね。まあいや放送としては、ね 大会そのものもも、ねえー、やっったりしてもねね放送はちょっと、ねね、だから東日本大震災が起きた時にあ,れあの時はちょ翌日が名古屋女子マラソンだったんですよねだからそれを開催するかどうかっていうのはすごいちょっと時間かかったじゃないですかあ,<ー>あの時ってあれをその時のことちょっと思い出してうん、うん、はい。 まあそれでなんとかできたということで今回箱根駅伝100回目の記念大会ということでねえもう関東だけじゃなくてもう全国の大学も予選会に今回出場したんですけどもえ結果的にその予選会の段階で関東以外の大学は全部えまあ会で落ちてしまって結果的には結局関東のローカル大会であることでは変わりないみたいな1人2 0キロ走るあのまあ駅伝というのは ここしかないんで、えー、そういう選手のあの選び方育成もしてるから、えー、それはずっとやってこないと、ね、難しいってことはよく分かったよね。えー、そのおそらく他の駅伝はせいぜい。5キロとか<ー>その、はい、10キロもないですね。ねだから、それとまたやっぱり違うんだろうしね。うん、ねやっぱり1年だけやるといってもなかなか難しいってことはよく分からない、うん。 大体 1>,、はい、いい1万メートルのタイムじゃないですか大体いいみんなの持ちタイムっていうのはこの1万メートルっていうのをタイムを上げようとして毎日練習してる陸上選手ってそんなにいないわけですよねやっぱり短距離のスプリンターとか、うん、そっちの方ならいるんだけど1万メートルはねやっぱりね走り込みの量も変わってきちゃいますしねまあでもその中でもう駒澤大学が2年連続三冠 うん、取るの当たり前じゃないかっていうような感じの雰囲気の中で始まったんですけど実ってね言ってたからね通ってみたらねなんか青学がもうぶっちぎりでびっくりしました、うん、出し惜しみしてたのかなとも思っちゃってそれまでがね,ねだけどやっぱりこれだけぶっちぎりだと誰も予想しなかった、うんはい、とびっくりしちゃったよね,ねだから去年去年は青学3位だったんですよね、うん、駒台が1位で3位で、うん、その差が7分あったんですよねーーそれ全く今度逆転じゃないですかその差がね、うんうん、そうね でまあ、ど,どこかな勝負どころどこかなというとやっぱりあの2日の往路の3区かなと、うん、いう感じはしましたけどねあの抜いたところ青学が2区で1区が駒大トップで, 2>,、うん、で2区で詰めたんですよね、うん、結構で3区で抜いたんですけど3区走ってた子ってあれ1万メートルの20歳以下の日本記録をおじちゃんなんですよね。うん、あの子だから ある程度もほとんどエースだったんだけどだからもうの引き継ぎだったははずなんですよねねあそこところがこれ佐藤圭太君って言ったかなその佐藤圭太君っていうのは失速っていうほどでもないんだけどそれよりも青学の子の方があの子って1万メートルのタイムじゃ全然1分以上その佐藤君に話されてたんだけど逆にあそこではなんか自己ベストを1分上回るぐらいのタイムで。 走ってきてきるんでうんそこら辺が、うん、まあねあの分かれ目ってよく言われてるけど、うん、かといって、まあ、ちょっと慌てたふうなようなコメントもあるけどああそれにしたってそこでそんなに別に慌てるほどの、ねね、全体に影響を及ぼすような、うん、ほど、まあ、あの駒台がね、うんえー そんんなにに、まあ、弱いわけででもうは,は思うんですよねだからでも実際その次の、えー、あれが3区で抜かれて4区の駒台の走者って区間6位に落ちてるんですよね、うん、区間全体じゃねあのタイムは。それはなんか調子悪いか風邪ひってた。うん、やっぱり焦ったっつってんだね。焦っただけでそんなのかね、うん、そうそうだから、えー、かあの時抜かれた時で20秒ぐらい下がったんですか、うんでね だからそれを追いつこうと思ってフォームがこう崩れたっていうだねカタカタッとそんなデリケートなねな<ん>でで、まあそれまで23区連続で大学駅だって、うん、えっと出雲駅で全日本大学駅で箱根駅でって3つあるんだけど、うん、駒台は23区間連続でずっと C を走ってたわけですよからこまで,こまで苦戦慣れしてないというのかなよねそう,いうでそういう苦戦の なってくせんというほどでもまだないしね、うんはい、だから若干こうあれって思った時の対応の仕方っていうのか、ね、それはも,もちろんそういうことはある程度はイメージトレーニングなりあとはそういう、はい、あの練習もしてきた練習というのかな気持ちの中で置いてきたんだろうけどいざそうなると、ね、ということはもね。でメンタルなのかなでもね復の方はあれじゃないですか 青学って全員が箱根初,初めてなんですよね、うん、袋はね。で駒台の方はまあ少しは慣れてるところあるから、うん、まあ追いつくぐらいまでいくかなと思ってたら、うんね、追いつくどころか全区間タイムが離されていったっていう。うん、だからまあ特に袋を見ちゃうと青学がその自分らの想定した以上の力をみんな出しちゃったから、ね、ということで。うん 修練できちゃうんだけどね,そねその駒澤台を論評するいい以上に青学ができすぎだったというところがフクロウに限ってはそうですよね,ですね、まあ、駒大の監督も言ってましたよね、うん、まあ今回大会新記録じゃないですかタイムが、うん、だからまさか青学がこんなタイム出して走ってくるとは思わなかったっそそれれはね、まあ、を見てみればそうなんの オールの時にその、まあ、若干失速に近い状態っていうのはちょっとよく分からない、うん、それがでも全体的に、ね、影響しちゃうっていうのもよく分からない、ねねで。青は逆にそここで抜抜いいて駒台を抜いたことが 勢いいにががって全員がまあいい走りをするんで,すよでもそれはさ逆に考えれば駒台と同じような心理状態を考えればこれで追われる立場になったら、うん、そ,れそういうことに慣れてないわけだからそこでこう対応もしきれないなっていうこと、うん、あの世話せだからね、うん、その駒台の置かれた状態とだから袋だからそりゃメンタルでそういうものがある意味で想定してなかった事態って っていうのが原因というふうにはあんまり考えられないよ、ねうんうん。だから、うん、あとなんかよく、昨日の駅伝の見てて解説者もよく言ったり。今日のいろんな新聞ここね、見て、あの評論家なんかも言ってんだけど。青学っていうのは、やっぱり原監督の。あの、カリスマ性で、持ってるチームだっていうわけ。え、うん、そのカリスマ性っていうのは、あの。 搬送車で後ろからずっとマイクで選手に話してるじゃないですか、まあね、あの言葉がすごい聞くとは言ってましたね、うん、なんかねだから逆に言うと駒大は大監督から藤田敦さんに代わって初めてだったからそういう鼓舞したりまああの、えーまあ、ある種乗せたりとかね、はい、あるいはこうケアしたりとかっていうのが。 まだまあ不慣れっていうところは大八木さんはねよく効果を取ったりしてたじゃないですかねあとはあんまり評判の良くない <laughs> 男になれみたいなそれはそれでどうよっていうことはあるにしてもあの搬送者の力ってやっぱりあるんだよ絶対なと思って、まあ、ボイスレコーダーからんか一回聞いてみたいですよね全部で、まあ、私もまあ長距離好きで長距離走ってる時苦しいから、えーうん、そういう時あの。 力にはな,なるよね沿道から何か言われたりとか<ー>なんか随分、ね、とはい、はい、その時だけでも随分とこう疲れがあの、えー、飛ぶというのかな<ー>そういうのはあるからねあれは大きいっちゃ大ききいいちゃよね、うん、ただあのレベルになるともともと,もとあの実力を、ね、きちっとつけて鍛錬してるから、うん、そ,それがすごく大きいかというとすごい苦しい時には確かにね効くと思うけどね。まあ まああの原監督ってよく言ってるのが駅伝って速さじゃなくて強さで決まるつって言、ね、ってて、うん、もう今日よとかんに言ってたけどね,ね,ね、うん、でもそれも、まあ、ある種の理屈の世界だからうん、うん、結局タイムとして現れてるわけです、うん、ねまあその辺のね相手のリズムを崩す方法とかそういうのをやってるのかな,なんかいろいろねまあリズムを崩す方法ってことはやんないけど、うん、それが結果として そこで想定外の力を発揮すれば向こうが慌てるよっていうか結果としてあるっこっちはそれで流れに乗るよみたいなそういうとこはうまくやってるんですかね。よくねプロ野球の落合博光さんが言ってたのがタイトルっていうのはね結果的についてくるものじゃなくて狙わなきゃ取れないって言ってていかに相手が嫌がることをねやるかだって言ってたんですけどね。 まあそこはまあおそらく強さで清原にないのはそこだとはよく言ってたのでやっぱり自分でタイトルを取りに行くっていうそのテクニックうんその辺がないって言っててうんああなるほどねなんて言ってたんですけどこの前あの去年あのほら女子ゴルフの双子の岩井姉妹いるじゃないですか双子の姉妹あのお父さんとちょっと話しててそ,そういう話になってあのお父さんはもう人のスコアとか気にするなと。 自分のスコアだけを追い求めていきなさいっていう教えなわけで、うん、で,でも落合さんがそうやって勝とうと思ったら取りに行かないと駄目だって言ってましたよって言ったら「ああ落合さんそういうこと言うんですかと」と落合さんがそう言わないでねちゃんと自分の,その自分のことに集中していったらもっとあの人タイトル取れたかもしれませんね、うん、みたいなこと言っててね<ー>一体何が正解かよく分かんないんだけどね,ねまあスポーツによって全然違うしうん、うん、まあゴルフは本当に己との戦いだしね,ね、うん、で まあ、落合さんの場合はそのなんてうのかな取りに行ったっていう気持ちの問題というよりも、うん、きちんと計算して川崎球場でしょ<あ>パ・リーグの時だから、ね、パ・リーグの時だけだからタイトル取ったのパ・リーグでロッテでこうタイトル取るのっていうのはさ 球場をちゃんと計算してやっていけばああ確かに落合さんの中では計算ができたう、まあ。かな、まあ、球場だけ計算できたしドラゴンズ来た時に、まあ、タイトル争い何回か,かやってるわけど首位し者、うん、争いとかその時にあの聞いたのはもう終盤になってあのもう別の球場でその時相手の選手はやってるんだけど。 今日ここで俺が一案打ったら相手はかなり焦るとかね、うん、そういうこと言ってるわけだからさって相手の気持ちを一生懸命シミュレーションしてるしまああの経験が自分より少ないからね、うん、だからそれは少なくともそこで集中してどういうなんボテボテでもいいから、うん、あのヒットを打てば嫌だろうなとそういうのはあるよね,ねあの、うん、まあそれはそうでないかもしれないけどそうである確率はあるわけだから。うんうん だそういうい意味ではちょっと共通するかしなここでグッと出るとまあ向こうは嫌な気持ちになるなと少なくともその可能性はあるなとだから可能性のあることは全てやっとくよというのがおじや理流だしまあ原田さんも追われる立場あの追う立場だったからいろんなことを仕掛けやすいよね。守る方じゃないけどまあまあねその辺のまあ そ,そう,いう性格、うん、でも、まあと野,野球と落合さんのことでいうと、うん、まあ落合さんがよく若干こう、うん、まあ何て言かなこう過小評あディスられるというかねあ,<ー>あれは常に優勝争いしてないところでタイトルを取ってる、うん、ということはあるからね,ね優勝争いしてる中で取るのはまた別の、うん、あ,あの。 まあ力とあれが必要だ、うん、でもあの人の召喚試合での強さっていうのはいだからねだからそ,れはそ,そ,そこで召喚試合がしかもロッテ多いしそういう意味での計算はあの大したもんでそう言ってもなかなかそこに撤収できないからモチベーションとか雰囲気とかねやっぱりあるからそういう意味では。あの ヤクルトの古田敦也とシーダ位打者争いしたときあったんですよ。うんうん、で、ドラゴンズが最初に最終戦迎えて、最終戦が広島とのダブルヘッダーだったんです、当時の名古屋球場で。うんうん、で、その試合で落合は8打数6安打以上じゃないと、古田を抜けなかったんですよ。8打数6アンダー2試合ででねうん、うん、それで最初の 1打席凡退してあもう無理だなって言ったらそこから6打席連続できっと打っていくんですよね広島だったって相手はで古田はそこを抜くんですよそこでその日で結果的に古田が次の日の最終戦で1安打打ったのかなそこの時点で引っ込んで抜いて引っ込んでそれでまた抜かれちゃったんだけど ね。さまじいな8打数6安打最終戦でできるといくら広島のピッチャーがねこっちを内角投げてこないもう消化試合だから消化試合だからだから消化試合でのヒットを打つこと極意を知ってるね持ち味さんはねそこに尽きるんじゃないかな彼のタイトルはただねキャンプ地のねで練習なんか見てて 普段ってあの人緩い球をポンポンってね、うん、手抜いたように打ってるように見えるんだけどチームがオープン戦で他の球場に行く時があるじゃないですか、うん、そたまに居残り得なくなって居残りで打つことあるんですよ落合、うん、さんだけで僕落合担当だったからそういう時はあはチームに行かないで落合さんにくっついてたわけそ、うん、れでその時と遊びであの最後に こ,こから時給連続ホームラン柵越したら終わりな、うん、今日はっていうわけで10球連続柵越へ無理に決まってんじゃんと思ったら、うん、本当にすよ。まあだからそういう、まあ、集中力はある,、うん、ある人なの、ね、で集中力をそのまま結果に乗せるという訓練とスキルっていうのは、うん 打ち損ないんですよだから、紹介試合で内角攻めないこういう攻めだっていうのい大体攻めのパターンがある程度、なんとかな攻めめられてくるからそこに集中するターゲットが非常に確定しやすくなるからそういうところの計算とスキルっていうのはず抜けてるんだろうね。 そうすれば、今日は1月4日だから、あの星野誠一さんの命日ですね。ああはい、は,いはい。はい,はい。星野さん、誠一さんの命日に落合さんの話をするっても、なんか。まあ、いいんじゃない。です、うん、なか、ね、な,ですなかなか、そういう日なんだなというふうに思います。はい、ということでね、あれなんですけど。 なんか、駅伝から脱線ましたけど、お正月のこの酔っ払った雑談みたいな感じでね、こんな感じで今年もたらたら行くんじゃないかなって感じはしますけど、たらたら行くと、ちょっと大谷はあれですね、契約してから初めてかな、この番組契約してから確かね、先月はね、どこに行くかみたいな話して、まあ、 エンゼルスに残るかドジャースに行くかどっちかでしょうねみたいな話してたんですよ。まあね、まあ結果的にドジャースでまあ10年間1000億円、うん、1000億円、ねうん、とんでもない額で行くことになりましたけど、うんうん、かつその間ね山本もねドジャース決まったしね、うん、で俄然んかド,ドジャーズのワールドシリーズ出場に行くのとい<や>まあ優勝も随分と、はい。うん あの<や>手応えが。ところね。いや、山、ね、<や>本は確か先月のこの番組で、山本はヤンキースじゃないかって言ったんですよ。うん、実際ヤンキースね、もう。ヤンキースは本気で取りに行ったら。うん、絶対当時からそのかなわないと思ったら。うん 大谷が要するに交渉の場出てきて,、うん、てきてあと大谷だけじゃなくてベッツとも、まあ、っと出てぱり大谷に言われればやっぱり逆らわないんだなと思ってまあまあ雰囲気としてね,ねヤンキースが大谷一人に負けることあるんだこういうことあるんだと思ってちょっとびっくりしましたあれ,れまあそのなんとかな契約に至らなかったところの情報っていうのは開示されないから分かんないけど、うんうん、ヤンキースはどのくらいどういう条件で来たのかっ聞いてる 大谷が10年7個でしょ、うん、ヤンキースがね、えっ、ー、と、もうちょっと。短いけど、単年だったら多かったのかな。うん、で、メッツは同じ額だったらしいです。うん、ヤンキースと。<え>あ<れ>ど、どうですだと、まあ、確かに選択肢としては難しいよね。まあ、そうですね。あの、東海岸だって、ちょっと。 まあいいかなという考えもあるし、うんね、メジャーな感じもしない、うん、もやっぱりねピンストライプのユニフォームですからねそここまれたっておかしくないですもんね。一方ではやっぱりそこのチーム内の競争だとかさ、うん、あとはある種のドライさ、うんはいね、ドジャースもオマリー一族だっけはい、はい、そこから外れて若干ドライになったとはいえ、はい、まだ何か感じとしてそうなんねだけどほら大谷の契約の中に、うん あのなん今回の交渉に当たったオーナーの一人と、球団オーナーの一人と、うんえー、副社長みたいな人、うん、その二人が球団を辞めたら、この契約ってもう一回、白紙できるという条項が入ってるわけですよね、ねで今、ドジャんスって複数のオーナーが共同オーナー制してるから、その中のこのオーナーとしか自分は契約してないんだよっていうのが、大谷の言い分なんで、やり方なんでね、<ー>今回ってね。なるほどね だから中にはオーナーっていろいろいるじゃないですかただ単に球団の価値を上げてどこかに売り払うっていうオーナーを見るから多分、大谷はそういうオーナーになるのは拒むということで個人的ないうおかしいけどそういうような契約にしちゃったと思いますけどちょっと異例ですよね山本はどうなのかちょっと分からないけどだけどちょっとずるいですよね大谷、山本二人を。 ドジャー取るってねある,意味ルある意味でうま,うまくや,やったというかね,ね、うん、だかそれだけ引き付けるものがあったんじゃない、うん、やっぱりあのなんていうのかなまあちょっと綺麗ご事風な理解っていうか、まあ、そういう綺麗ご事風な情報が出てるからあれなんだけど、うん、やっぱり野球への情熱はドジャースが一番感じさせた部分があるんじゃない、うん、人間的なものも含めて。まあまあ、あのここ数年間見たっってずっと上位で プレーオフにも出てるし地区優勝もしてるわけでやっぱりそれだけ力入れてるっていうことでもありますしね。で要するにチームの強化っていうのをしっかり考えてるみたいなところあるし,、うん、しそのまああとはファンから愛されてる度合いも、うん、まあ非常に強い。 で、まあ、引っ越さなくていい、あ、大谷は引っ越さなくていい、ね。まあ、まあ、まあ、そうね。だから、大谷の場合はすごく理解ができるんだよね。え <laughs>、ね、もっと前に、それにプラス、その、大谷からのアプローチ。とかね、ねねやっぱり、そこの中には、まあ、これもよく言われているけど。うん、大谷が、やっぱり、ワールドシリーズで、あの、戦いたいなと。ああそのためには、え、元が来た方がより。うんよね、うん。で、やっぱり、山本の戦力っていうのは、あの。 メジャーでは非常にあれでしょう、はい、あの手応えがあるというか相当相当。相当うん 相手をバッターを嫌がらせるというのかな変化球の多さだとかあとちょっとこのボールの違いがあるからそこだけはちょっとね山本の側にね山本の側にねその辺はちょっと不安だかもしれないけどそれにしてもちょっと異常な額ですよね12年契約455億だからそういうところはメジャーの評価ってすごく評価っていうか分析っていうのはしっかりしてるから勝てるっていうことはね 分析されて検証されてるだろうからね,そ,ね、うん、その通りだと思うけど怪我さえなきゃねそうですね怪我も彼はしにくいってしね、はい、と思ったのは大谷がその山本の契約の場に交渉の場に大谷が出てきたんならヤンキースは松井秀喜出さなかったのかっていうちょっとあって意外と出してたんじゃないかなと僕思ってますよ、ね、まあちょっと出したって別にそんなに <laughs> まあそうだしでこれっておそらく絶対表出てこないんだろうけど松井 <laughs> 出して松井が蹴られたっつったらやっぱりそれ やっぱり現,、ね、現役でやってる人間と 2>,、うん、まあ2つあって、まあ、こっなんだけど松井も偉大な選手だけど松井と大谷そのものが仮に、うん、同じ現役だったとしてもちょっと差があるし片、うん、や現役で片やもう引退した選手だしそれは全然比較が、まあ、ならないというね。うん、出てきたのかなとあと、これで得したのは山本が今回の契約で得したのはオリックスですよね。 ままあね、オリックスに全部71億円入るんですよね、<laughs> これでね。で、去年ほら、吉田正尚がレッドソックスにオリックスから行って、あの時は二22億円あったから、<ー> 2>, 2年間で93億円、オリックス入ってきてるんですよ、すね、入るんですよ。で、オリックスの今年の、じゃ去年か、去年の年俸総額って24億円なんですよね、二 <laughs> <laughs> 年、わずか2人がこの,のおかげで。 その何倍だからまあやっぱりビジネスとしてもねそういうふうなのを要するにある意味で経営のね一つの方法論としてやってるところああソフトバンクは昔からねそれで,そで、ね、まあパ・リーグは全般的にそういうところにいらんでるむしろメジャーに行くことをあのう促すというのかなあ,ーーある意味ではそこで、まあ、ジャイアンツだとかセ・リーグの球団はね メジャーに持っていかれるのは嫌だっていうのは昔から強かったけど、ねうん、パ・リーはその逆をありますよ、ね、パ・リーグほらやっぱり西武があの松坂をレッドソックスに行った時に、うん、あの時こん今回よりも今回の山本より松坂の方が高かったんですあのレッドソあの西武で入るお金としては、ね、ポスティングと、うん、して、ね、ああだからすごい、ね、まあ,あのレートが違うからね一概に言えないんだけどあの時って西武ってそ松坂がそのレッドソックスに行った後に、うんうんうん それから半年ぐらいしたら、動く西武新宿線に住んでますけど、西武新宿線の駅に待合室が次々とできてったんですよね。<laughs> だから <laughs> <laughs>、これ松坂ハウスだねってみんな言ったわけど、それまで夏暑くて冬寒かったのが、全部冷暖房カビの待合室ができるわけですよ、それで。<laughs> まあ、学とすればそれも可能、ね、可能ですよね。オリックスはそれ、このお金をどうするんだろうなと思って、93億円って。 鉄道会社のような公益企業じゃないからね何がいわゆるユーザーに還元されるかはどういう形で還元されるのかちょっとちょっと分かんないけどねねでもしなきゃダメでしょやっぱりこれはねそもそもさやっぱり球団というかスポーツは文化の側面もあるからやっぱり ある種の攻撃性っていうのを考えたら社会還元っていうのを考えていかなきゃ、うん、本当はいけないからオリックスは大阪商人なんですかねど,どうなんだろうそういうところで何をやるのかっていうところをちょっと見ていきたいななんてこれも興味本位で思っております、ねまあ、とにかくあの選手を育ってメジャーに高く売れば球団は潤うっていう一つの,このあれができたから <laughs>、まあ、ドラゴンズもねあの、うん、そのぐらいの選手を育って <今 S 2> ドラゴンでそれでなんか、えー、距離を得たっていうことを聞いたことないよねないですね。 ドラゴンズはポスティングはあることありますよ、大塚なんか出てましたから、大塚でないか、誰か出てたんで、福留にしろ川上健史にしろ、みんな FA なんですよ、ポスティングで言ってくれないんですよ。で、球団はなんかね、ちょっとその頃ろ聞いたのは、ポスティングで言ってくれねえかなっていうふうに、1年前なんかは思ったみたいなんだけど、2人ともポスティングでいきませんって、最初から宣言してたもんで。本来は 食い止めるためのシステムだからねだから食い止めるためのものをむしろ使ってくれみたいなことになってくるっていうのがね本当最終年リミットになった時はねああこれでもうポスティングないんじゃ FA でただで出てかれるっていう感じでねだから相変わらずジャイアンツは松井秀喜の時は松井秀喜 FA ですよ FA だよねだからあれもそうだよね上原も FA ですしね まあ一応大義名分はそうそう金で売るようなこといねやっぱり自分のまあプライドというのかな <うん S 2> ジャイアンツを出たい人出はいないみたいなねちなみに「ドラゴンズ」の話題出たっていうとあの今回山,山本由伸の入団会見僕ニコニコ動画なんかで見たんですけどネットの方でそうするとなんか「中日ド,ドラゴンズ」っていうの文字がやったらあの画面に踊ってたんですよ。<うん S 2> <laughs> あまさかドラゴンズに入ると思わなかったとかねでもまあドジャースのユニフォームがあっだってそれは何だっけあの<で>大,谷大谷の時だって言われてたじゃんユニフォームそうユニフォーム真似取るなとか、うん、ドラゴンズばっかり踊ってるから,、うん、から真似てるのとは違いますよっていうこれ言っててね、うん、あれってもともとあの今のユニフォームになったのって それこそ今日が命日の星野さんが1987年に就任したときにピーター・オーリー会長と仲が良くて、オマリ会長にあのそのロゴを使わせてもらっていいかって言ったら、オマリさんが、おーもう、それ使ってくださいっていうことで、公式にこうやって。 あっ与えられたものだから今のーーまあ公式に真似たんだろでもちゃんと<か>あのロイヤリティなんかもちゃんとその先生に間違いじゃない、ね、パクリパクリじゃないですパクリじゃないけど公式に真似たんだよ公式にだからあれはもうドジャスのモチはいそれなんですだから正真正銘の真似してるんだよ、ね、<laughs> え正,正当に真似してる 政党にも、ね、どっかの国がやってるみたいな違法にパクっ,てっとは違う違法にパクれるわけないんじゃない <laughs> そもそも <laughs> ね。 でも、本当一回ちらっと見たら間違えますね、色も一緒だからね、全くね。だからその後山本浩二が監督になったにあに、シカゴ・カブスだっけ、カープが真似たという。シンシナティまあそれを公式に、あれも公式だったあれあの時はルーツ監督だから、ルーツさんが持ってきたんです、あれ、シンシナティー

まあそういういことで、ね、メジャーもそういう話題であの来年、ドジャーススタジアム行く人多いんじゃないかなという感じはしますねただ、ドジャースって案外こう、まあ、ある種リッチな球団なんだけどあれで綺麗な球場で全米一、綺麗な球、うん、あの収容数は意外に少ないんだって、5, 5, 5万入りますよ、あそこ。うん でも聞いたところによると日本からもねファンあとは全米からだってすごく大谷で人気出てくるけど収容がなかなかできないんじゃないかってそもそんな心配になってるのかそれはよくテレビでよく言われてたよねあれちょっと収容人数5万いってないんじゃないかな確かのようなこと言ってたあ旅行会社がだからこれからは抑えるのに大変でしょうねチケットあ行くだおめむしろ キャンプのにあにフロリダのベロビーチですからね、ベロビーチ行くのがおすすめですけどね、あそこの方がね。それと公式戦面の違うから。ね。公式戦見てドジャースタジアムで見たいってやっぱり違うから。ベロビーチのスタジアムも確かドジャースタジアムと同じような、全く同じサイズですそれとまた公式戦違うからさ、全然比較が違いますけども。意外とおすすめです。まあ、大変でね、はい。おすすめ、穴場ってやつだな、それ。 ベルビーチってねの本当いいとこでしたはいえ今年のじゃあ今度プロ野球ちょっと見てみたいですけどまあプロ野球の方ね日本のプロ野球の方見,見たいですけどあの話題をしたいんですけど年末にねカルロス矢吹のイベント行ってきたんですよ、うん、あ,あいつすここ前ね去年までずっとやってたんだけどあいつすごいバカなことやってたね今あの去年ね12回 球団の全球場行って選手のプロデュース弁当って今もう入ってどどこ行っても選手がそれを食べまくってたんですそれを食べてレポートするっていうのをやっていてでんか一日に5食から7食食べててやったで痛風にもなったってっねもう体を完全にて壊して本当に食ってんだもう一人チャッピー加藤っていうね放送作家と組んでやってるんだけどそのチャッピーさんをいくと大体5食ぐらい食って。 ちちゃゃんんとと全部ちょっとずつ食えばいいじゃんいや,いや,やっぱりそれは、うん、もう全部いただいたって言ってたよ、うん、もうね<ー>だからもうあれ食レンポする人なんて全部食わないよなそれはそうですね <laughs> あのスタッフがおいしくいただきましたっていうふうになるんですけど試合前に食べて試合中に食べて2食ぐらい食べてまた食べてで帰ってからまたそれを持ち帰って食べて、うん、みたいなことずっとやったらしいんだけど、うんうん、それでその ベスト50をやってたわけだけどその二人のイベントで渋谷、うんうん、の。それは12球団のでも生死プロデュースイベントの。えっと俺も見,見たことあるけど、うん、例えば西山なんか。 ほぼ全選手までいかないけど相当な数あるからすすごいでよだって340あるんじゃないのそれを全部食ったってことは2人で全部で100食超えたって言ってたから100食な全然超えちゃうよだって12球団ってことでしょ全選手あるのは日本ハムぐらいうかそうかは5とか6とかあとかはやっぱりスター選手ぐらいところであるんだけどだったら100いくつぐらいその中からベスト50やってい。 で一番受けてたのが会場でね、うん、やっぱりドラゴンズで、うん、それはドラゴンズの会場でやったかじゃないのド,ちょうちょうドラゴンズ会場渋谷でやった渋谷の普通のイベントスペースでやったんですけどまず最初に受けたのが、うん、あの例えば今日だとあの出てっちゃったです出てっちゃった選手のお弁当を、うんうん、器から何からそのまま一緒にして別の選手の弁当にして、うん、販売してるんですよ名前だけ変えて。 あなるほど使い回しをしてるわけで、ねま,ね、まあ、まあ、まあ名前を変えてねそ,うそ,うそれを並べてこうやってやったそれがバレたわけバレそうほとんどメニュー一緒で器は全く一緒なのだからそれだとさヤバいと思うのはそれって選手プロデュースじゃないってことが分かっちゃうよねせめて中身を変えりゃいいの、ね、の中身一部変えてますよだからねえび<ー>の,の天ぷらがなんかちょっと焼き魚になったとかね でも,でも基本的にここは総菜の何がおすあの漬物つくとかなんか大体形が決まれば採用機能だい大体入るものってある程度決まるじゃないですか、うん、ある程度同じでしたね確かにね、うん、まあそれだと違うって言い方ができるから<の>そ,れそれちょっと球団に怒られちゃうよそん、ね、こと言ったら <laughs> あとはね立浪監督のプロデュースメント、うん、これもすごい受けてた,で受けたお,お米が入ってたって <laughs> まあそ、まあ、れは <laughs> それはさ、多分これ聞いてる人の0.1%ぐらいしかわからないよ。でもあれですよ。お米事件っていうのがあったんだろ。年,年末の年末にあの高齢のプロ野球今年のあの流行語ベスト10ってあって、うん、2>, 2位令和の米騒動ですからね。1>, 1位があのあれ、ああまあ、岡田さんあれなんだけど、まあまあ、2>, 2位が令和の米騒動でしたから。<う>だからプロ野球のファンは大体当たり前です。じゃあ結構知ってんで、でもまあそれはあの。 米が入るの当たり前だからねでも、雑成監督が米入れとるって言ってね <laughs>、なんか笑いのレベルが低いね、いやでもその辺で、非常に受けてました、<laughs> やっぱりね。だ,からだって、すごかったもんあの、ベスト30っていうのも、流行後ベスト30っていうの発表されたんですよ、うん、これ、先月、確か言ったと思うけど、もうベスト30のうち11がドラゴンズなんですよ。 たたわけことが多いからああそ、うん、例えば米以外に、うん、辰浪監督って「木」っていう、あのー、言葉好きなんですようん、うん、今回もどっかの新聞何番かなかな、うん、この色紙に「木」って「気持ちの木」って書いて「木が」うん、の中のこの紙面が「米」なんですよ、うんうん、あはい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 あの「米を抜いた言葉も」も流行語に入ってるんですよ今年 <laughs> 米を抜いた木木 木から木で竜巻の,のところを書く木は、ここ中は米なわけ。この米を抜いて、寄船の木からの山数い抜いたと思えばいいです。これも流行語に一つ入ってた。流行文字ね。流行文字。んだと思ったら、あそういうことかと思ってね、そういうね。 そういうい自虐的にドラゴンズの連中が遊んでるのか、うん、要するに立ミドラゴンズがあまりにも不甲斐なくて弱いからそうい,ういじってやろうというい,<や>いじってやろうということで、うん、ドラゴンズ周辺の人たちがもう、うん、遊んでる、まあ、逆に言うと他に話題になることないからおあまあ、おもろいんでしょうねだからね,ね、うん、まあ面白いまあ何でも受もけるのはいいことかななんていのが前提にあるから。ら自虐的に あの面白がられるんだね。これ強かったつそういうことなんまあなんないですからね。でちなみにまあお弁当のその話題で言うとね、あの結構驚いたのね。あのさっき言ってた山本義信これオリックスの弁当で出たんですよ。オリックスの山本義信プロデュース。ステーキ弁当で三千四百円。あ、高め級。高め級。あ、まあまあそれやっぱりねなかなか球場弁当で三千以上出すの。まあ高め級であれだ。で山本義信が選んだ。 ってて書いあるんですよね本当に選んどるんだみたいなねでも今まで球場弁当食ったけど3000超えたのってなかったですよねやっぱりね初めてですねなかなかのもんでしたうんまあということでねプロ野球まあ今オフですけどでその全部で1位は何のあ絶対1位絶対一位はね日本ハムの今川悠馬 っているんですけどはい、はい、これのパパフフェェっていう、ね、あのパフェなんですよ<ー>これソフトクリームに今川焼きがセットなってるんだけど、うん、今川焼きに、まあ「執念」って焼き付けてるんですけどねあの今この今川ってよくあの「執念です」っていうもんでねこれがなんかね、あのー、話題というよりすごいうまかったととにかくリッチハムのあれで。まあ しゃれも効いててかつ味も良かったのね、うんうん、すごいよかったって話、ね、すごいうまかったっていうのでこれがなんか1位になったよね、まあ、でこれ文ある人はなんかいろいろ言ってくださいとか言ってあ<ー>うん言ったけどねまあでもよく食べましたねそんなねあ、まあ、さすが弁当7食かくへんな一日な <laughs> 体張ってんね体張ってやってますよま <laughs> たねもう、まあ、結構でも面白い企画で来年はもっとなんかちょっと地方の人に北海道とか九州の人に協力者を、うん あの角出てきてきほしいと、うんまあ、その着、うん、眼点は悪くないんだけど 2>,、うん、2人で選ぶっていうのが、うん、ちょっと無理がもうあると,と、ね、これは、ね、<laughs> 独断と偏見もだよね、うん、確かにね他に食べる人じないと体が悪くなるんですね、うん、まあそういうことで今年のプロ,、ね、プロ野球、まあ、2024年シーズンですけどあの戦力外市場がすごい活発する、ね、こと知ってねちょっと調べたんですよ戦力外通告受けるじゃないですか、うん これって大抵まあどっか社会人になるからね引退なんだけど、うん、今年って19人もそのあれなんですよ戦力外で NPB の球団に独立リーグとかじゃなくてプロ野球の中、うんまあ、うち11人は育成なんですけど、まあ、育成契約っていうのはあるからこのなったけとんん去年見たら去年って9人しかいないんですよ戦力外から。 その戦力外からはまあいわゆる12球団が取ったの,も、ね、取ったのは、うんうん、だから9人が19人で一気にこう増えて、うんうん、やたら増えたなと思って、まあ、その中でもやっぱりねここでも出てくるのがドラゴンズなんですけどねドラゴンズ活発なんですよね戦力外になった、えーまあ、選手クビになった選手をとにかく安いからね安いしだからの、ねうん、であの巨,人巨人の 中島、うん、中田だろ。い中島、まず中島裕君。戦力外じゃない。か中田は戦力外じゃない。まあ、半分ぐらいだ。で、これ、千九百二十八アンドムって中島取って、まあ、四十一歳だけどね、これね。四十一歳。あと、そ、ソフトバブル、上林って、上林取ってね。くらぐらい、なのだいたい、最低年俸ぐらい。まあ、そのぐらい、最低年俸までいかないです一応、これだけ打ってれば、やっぱり実績あるわけだから、それなりに、それ払いますよ。 ね、で阪神から戻ったもトッしでもそれだけよったら戦力外通告になる方がおかしいじゃんだからあそこが <laughs> 41歳だからもう切り替えますよと若手に切り替えますよって巨人が、うん、あの切った選手をだから巨人が切る戦力外で中田翔もそうだよね、うんまあ、中田翔も事実上ちょっとこう、ね、だん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  俺ここにいたら代名使ってもらえないんだなう、ね、っていうことが分かって自分で契約破棄して出てきたわけだから自由契約だっけえう自由契約してもらったわけそ,たそ,それをね複数の契約を切って、うん、だからまあ言うなればその、うん、若手に切り替えるためのにベテランをだ,だ,、ね、だからそういう人が、まあ、中田翔はちょっと置いといてたけどその中島のような、うん そのの球団の事情そうそうそう,そうだってその最低年俸で取らないって結構の取るんだってたらさはなからどっかで交渉すりゃよかったよねうんそうするとト,トレードなんかで取られちゃうからでしょそれは戦力外になるの待った感じでしょだから本当は道楽ゴン的にはトレードを申し込みたかったけど、うん <laughs> その方が高く,高くなっちゃうから<や><っ>多分ねだから方針がガラッと変わったと思うんですよ。うん、だってついこの前まで立浪監督って「僕の仕事はあの若手を育てることです」って言っててうん、うん、全部若手に切り替えるって言ったじゃないですかそれを41歳取るのっておかしいじゃないですか、うん、やっぱり。まあまあまあそれちょっと置いといてあの質問整理すると、うん、あのそういうことじゃなくてその。 ちょっと基本的なことなんだ戦力外になるのかその交渉をするっていうのは、うんうん、戦力外通告っていうのはさ、まあえー、その雇ってる球団が、まあはい、するんだけど、はい、要するにトレードの申し込みがあれば戦力外通告ではなら だから本当は戦力外通告ななしにどっかとトレードするでできるぐらいの、ねうん、あの実力があるんだけど、うん、そこであるいはそこに手イタしたいんだけど、ドラゴンズとしては戦力外通告まで待ってた方が安くなるから、うん、手を出さないで待ってた。まあまあそのこの気もそうですよね。そのぐらいの政治になっちゃうとね。あ,<ー>あはい、そ,そういうふうにちょっと待待ってたという感じなのかな。はいはいはい、うん。そういうことはよくあるわけ。うん、ありますあります。それはね、うん、もう。 そういうのが多かったんじゃない、今年は。今年はだから、それ4人も取りましたからね、戦力が、戦力が4人プラス、19役の方、将棋取り5人。本来は、交渉すべきところ、ドラゴンズが、要するに、ケチるためにずっと待ってたのが、それが多かったんじゃないそうですね待ってて、あ出てきたみたいな感じでね、ポロポロかき集めたんからね、だから 逆にいうとうまいことやったよね。はい。まあうまいことなのかどうかってわかんないけど。まあまあそうわかんないけどでもそれはあのやりやり方としてはそのまあ、うん、ドラゴンズと同じグループにいる私としては、うん、まあよくやったんじゃないかな、うん、経営的には。経営的よくやった。それで戦力になればバンバン。ねうん、だからそれはもうあの下手じゃね下手下手な鉄砲かし当たる敵にとってはあの。 去年の現役のドラフトで取った細川みたいにね、1人ぐらい当たりが出てくるかもしれないですけどね、それって、ただ違う方ーであとね、1、2年しか、ちょっと計算できないで、どう使うのかなと思って、中島って一塁手なんですよ、基本的に。で、中田翔で,で,で,でビシードもいるわけですよ だから3人一塁手がここにすごいのが3人揃っちゃってその年俸もね中田3億円ね西ードもそうです外野はできそうもない外野は無理ですね中島はね、うん、だからどういどう意味でも代打で使うって言ったってねなんかちょっとまあまあいろいろ考えてらっしゃるどどうやってやるのかなってね難しいとこですね まあドラゴンズの話になっちゃってるけど、まあしょしますね。まあそういうことでいいと思うんだけど、<laughs> あの、ま、ね、前のエースの今中と、うん、あと谷重ね、うん、監督やった、うん、が二人がつい昨日昨日おっというぐらいに。 あのちょっと YouTube のチャンネルでよ、はい、優勝予想してて「今年のドラゴンズどうですかと? 2> 2人の」と2人の対談番組 2,、うん、2人の対談番組みたいなところで優勝予想優勝する確率は2人とも50%ですってすごい逃げを打ってるんだけど <laughs> 50%とえドラゴンズが優勝する勝確率ントだから全く思ってないでしょうえはいだからねドラゴンズってねそういうチームなんですよ今年のドラゴンズあの今日もうこの,この数年は え優勝する確率が50%もあるってことだから、長藩なんですよ、長藩、長藩博打みたいなもので、要はなんで50%で出ちゃうかっていうと、投資がいいからなんですよね、それは,それは、ま、真面目な話50、50%ぐらいあると思ってるのそうそう、だから投資が良くて、恐、うん、らく他の評論家も、うん、いざ予想すときは最下位に置くだろうけど、うんうん、じゃあ優勝する確率はどうですか<ー>って言ったら、一応50、50%とか言うとうんですに 何位という予想と優勝するか否かという予想は違うんだう。だって最下位に置くようなチームをさ50%も優勝すると普通一般的には思わないと思うよところが質問が違うとそういう答えにも真面目になりかねないんだ,だこれがピッチャー悪いチームだったらもうあそこどうせピッチャー打たれるからまあもう優勝する確率も10%ぐらいではもうないわっていうなるんだけど。 ドラゴンズはピッチャーだけは揃ってるから、去年だってまだ、防御率上2点、バッテリーの中だったら、もう、ただ打たなかっただけ、だからこれでもし、ここにホームラン30発ぐらい打つ選手、誰か外国人か、仲間、中田翔かしら、そういうのが、何か覚醒する選手が出たら、突然に、これが、もう、失敗したピッチャーが4人いたわけじゃないですか、去年。 この10敗が全部ひっくり返る全部2桁になる可能性だって、うん、あるじゃないかっていう話なわけですよ。という理論上はね。だから去年もそう言われてたんですよ山本昌なんかも言われて優勝条件付き優勝とか言ってやって条件はってたら新外国人のなんだっけもう忘れちゃったっけどあれが30本打てば優勝できますってっ、うんまあ、確かにバッティングは、ね、水もんだからなんかね。まああの ピッチャー,ーチーム防御率はそう悪くないかディフェンスもディフェンス、<だ>要するに守備もまあ、そこそこただ、去年、まあまあ、よく言われたのは打てないからピッチャーも主力選手に対して慎重に投げてフォアボールを出して<ー>そのフォアボールが失点につながって<ー>みたいなねそのパターンが多くて、まあ、最初失点で負けるとかね。うん 1点、2点しか取られてないのに勝負どころで負けるとそういうパターンが多かったんだけどまあこれが場合によっては逆にいくかもしれないねというところで50、うん、あれ落合さんがさ勝ってる時代からさやっぱりその時からもそれの時代だってやっぱりチーム打率は良くないじゃん、うんはい、それはまあ確かにあのバンテリン球場というか名古屋ドーム広いから、はい、そういうあの、まあ、チーム方針になるのは分かるんだけど、はい、それにしてもなんであんなに打てないの はい。ここ一番で打ってないですよね。一番、打率はそこそこでしたけど。そうそうそう ああ去年とか、うん、打率はそんなに悪くないんですよ、はい、ヒットはそこそこ打ってるんですよ、チェはある程度埋めてるんですよ、うんうん、ところが、肝心のところに走塁ミスをしたり、あとフォアボールが少ないですよね、岡林、こんなにあの打ってるって言っても、うん、人多数多くても、うん、その分、フォアボール少ないから、出塁率が低いんですだから落合さんの勝ってたときと違うのは、肝心なときでは打つか打たないかいうそうだからここのところはちゃんと選べっていうところは選んでフォアボールを当てるし、うん、そこから手堅く点を取りに行って、点につなげるしっていう。 うん、だからある意味で采配でこういう采配次第だよね。そそののの変わりますよねだからその時のやっぱりこう相手の 球を読む力もそうでしさっきの箱根駅伝じゃないけどここ一番の集中力で監督がんかこううまくいいアドバイスをするとか伴走者みたいなね伴走者の声かけみたいなのが逆にそれが恨みにはまるときもあるわけですよで辰巳さんの場合はそれが全部恨みにはまるともあるわけですそれが多かったかもしれないしいろいろねだからそういうとこでは50%なわけですよ だけど首脳陣変わってないし、むしろちょっとどうかなっていうのが多いわけだから、お友達というかあの、同級生の片岡さん呼んできたりとかさ、うん、かあんまりこう期待が持てる感じは、うん、一般的にはね,まあね、一般的だから結局また順位予想ってなれば、あの下の方にみんな連なってくると思いますけどね。うん まあ、やっぱり、まずはやっぱり打線も固定することじゃないかなって感じはしますけどね,ね。それを見つけるところを見つけないと、うん。だから、なんか,なんか、選手とファンがかわいそうだよね。だ、うん、から、選手はね、そもそもそういう意味では。 そんななに、まあうん、悪くいやっぱりね日替わり打線ってね与田監督の時からそうなのにまあ確かにあの不調が激しい選手とかであの主力なのに全然打てないのが長期間ついた選手っていっぱいいたからそうなっちゃうんだろうけどこれがやっぱり1番から5番ぐらいまでせいぜいとにかく固まれば阪神がそうだったからそれは落ち着いた。 点を取る野球になっていくんじゃないかなと思うんですけどね、そこまでどうやって持っていくかでしょうね、やっぱり手腕はね。だから一方、だからこのいい選手と、例えばソフトバンクなんかすごいやりやすいと思うんですよ、山川取ったじゃないですか、いろいろあったやつだけど、球団には抗議電話殺到してるって言いますけど、山川取って言うけど、取ったじゃないですか、これでおそらく来年のあれじゃないですか、打線って3番、柳田。で 4番近藤健介かな。あそっかそっか。ね、ま5番山川。で5番山川って。あ、すごいこのクリアアップ見ただけでちょっとビビるじゃないですか。ビビるし、相当疲れるよね。そうすね。あのピッチャーは。ピッチャーをね。ピッチャーで1番でシュートとか反射入るわけだから。ちょっと油断なんかちょっとあったら、バーンってね。ね、持っていだからそんな考えなくていいですよね。打線あの打線も。そうだよね。もうクリアアップ固定して1番12345固定してるから、あとその周りどうすればいいかなって。 やっぱり強くなるついと思いますよ。そうなるとね。そういう計算がなかなかできない、ね。それはできないんですよね。ねうん、まあでもやっぱり長打力のあるあのダシャってやっぱりお金もかかるからね。そうですね。結局一番高いところだからね。ねそういうところもあるんだからね。ねまあ、その辺のねチーム作りっていうののところですね。その辺はね、大、ま、事、あ、だと思います。 でということでもうあと10分切ったぐらいなんですけど、まあ、今年のスポーツの話題というとあとはパリオリンピックパラリンピックがね、うん、え行われるということでまあ,あのなんだ既存のいろんな観光施設なんかを使ったやつでで開会式もセーヌ川にボートを80隻、うん、何百隻かを浮かべてねやるっていうでまあそれはすごい華々しくなるだろうと思いますけど。 まあやっぱりでもただご時世がこういう形じゃないですかロシアとベルあれはもういまだにウクライナーやってるしイスラエルもこうだって言、うん、この前あのー、あれ IOC がロシアの選手とベラルーシの選手は一応国家,国,家国旗は使わないけど個人,、ねうん、個人の近くで出られるという、うん、まあここは決まったんだけど。 ね、でウクライナはもう出すあと国際陸連が反,、うん、反発してますね,すねセバスチャンコーがねそうそうもう国際陸連から選手はそんな選手は出さないって言ってるんでだからウクライナの選手とも、まあ、場合によってやっぱボイコットって可能性あるんですけど、うん、まあもう一つこのイスラエルの方をどうするネットね,このねはどうするかって話になっててであの じゃあ大会期間中ってオリンピック大会期間中は戦争を止めると休戦するっていうのが一応建前としてあるじゃないですかまあまあ古代オリンピアンそうでねでこの前それやってロシアはそれ確か棄権したんですよねイスラエルは賛成したんですよ休戦しますよとであやめるつもりなんだと思ってでそしたらあのやっぱり背景にあるのって1972年のミュンヘンオリンピックでやっぱり あの時は選手村にねイスラエルの選手団の選手村にパレスチナの武装組織が来て人質して11人殺害されたんですよねだそれがあるからやっぱりイスラエル選手団の間からはやっぱり不安の声がすごい出てるですってやっぱり今度はオリンピックに。 でも政治を派遣するわけですねイスラエルはね。分、ねねまあ、かんないけどね分、うん、かんないよこれはもう予断許さないよ、ねね、それだってそのイスラエルは一応停戦というのはイ,イスラエルはあくまで軍事行動でそれであのそもそもそう長引かせるものじゃない、うんはい、それがだんだん長くなってきた、まあ、はっきり言って相当作戦で、はい、それで。 下手すれば民族浄化に繋がりいかないくらい今エスカレートしてるからね。だからそれは表向きはあの短期でやるもんだと。それはあくまでもあのテルとハマスというテロ組織を壊滅させ、その重要な人間をあの、え。ー 排除するというか、まあ、粛清するということだから、うん、それが目的が達成されれば、うんうん、あの明日にでもということになっているから、停、うん、戦のよりも、そのオリンピックぐらいには当然、もう完遂しているよということは建前だから。<建前> <laughs> オリンピックまでで終わっているよは建前なんですかね。オリンピックまでって計算するんじゃなくて、うん、それはもうあのい、いつでもそれは、えー、ハマスの、えー、を壊滅させる。うん 明日にでもさせるためにやってるというのが建前だから、ね、でもそれは建前だけどでもそのハマを壊滅させるために民間人を、うん、あらゆる民間ですごい数の民間人が犠牲になっているわけじゃないですか、うん、その辺はね、うん、その辺っていうのはこれ IOC っていうのはやっぱりほとんど出てこないんですよねそういう話ってね,ってねだからそのイスラエルに対ロシアに対しての非難決議みたいなのは、うん、IOC としてはないからねないですかね あくまでもまあイスラエルの論理に今国際世論は相当今反発しているし批判してきているけど IOC はそういうことにまだ同調しているところ言っていないというところが IOC を支えているアメリカの企業やなんかの影響を受けているととうこで1972年の,そのミーヘンオリンピックの時もあの時も11人もその選手が殺害されたんだけどオリンピックって次の日にもう。 始まってんですよね一日もなぜか当時のまああの会長が反ユダヤ主義だったっていうのがよく言われてたけどブランデージがね。でこれに反発してそのあとのあの人がブランデージだとか今度はバルセロナでキラるでブランデージは ベルリンオリンピックをやった時のアメリカの要するに、えー、とアメリカのオリンピック委員会の委員長だった、うん、でその時もやっぱりあ,の、まあ、ある程度ヒトラーに理解を示して、ね、アメリカはボ、うん、いコットしないぞって言ってだからねそういうところはまああっただから IOC ってその辺の負い目っていうのは少しはあるかもしれないですよねだからねまあからイスラエルに対してはねそれは ある,あるよね,多分ねまあそうどこまで自覚してるかどうかは別にしてね、うんうん、まあただねもうフランスの首相ボルヌ首相もテロには屈指しないってこの前声明出して、うん、でも一人観光客がねあの IS ・イスラム国のなんか支持してる人にこの前人間にこの前殺されてるんですよね、うん、3人フランスパリでだからそんな警戒しててもやっぱりそれは起きちゃうであろう。うん テロには屈しないって言ってましたよ、ボルン首相、<ん>あの首相、ボルン首相が、その時期が起きたもんで、あのイスラム国を支持してる青年、うんうんうん、それと、そ,の今のとでそれに対して、ボルンハマスとは別の話でしょそれハマスと別にイスラエルとイスラエ,スラエ <laughs> それはルの、うん、宗教の話ですね、うん、だからなんか開会式当日はフランス軍5000人常駐させるとか言ってますけどね。 まあでもねそんな話はね今全然かあのあれだよあの想定できないよ。まあ,いね、まあどう変わっていくかわかんないから、うんうん、そういう話はいろいろ出るけどあんまりあんまりそう大きな意味を持たないね今の話でね,ね。ねまあまた明るい話を来月持ってきましょう別のねはいどうもまた来月第一木曜日にえお送りいたしますえー、今日も聞きいただきましてありがとうございました。私の笑い方は、はい。<laughs> 時間なくなっっちゃた明るい話題持ってきたよでもね。はいはい、です。